はいどうも、しおみんでございます。今どこ来てるかというとですね、岐阜県でございますね。岐阜南警察というところに前にあるですね、岐阜タンメンのお店にとりあえず来ております。一回食べたいなと思ってたんですけど、ちょっと来る機会がなかったんで、とりあえず行ってみたいと思います。はい、岐阜タンメンをね食べてきたという動画でございました。スープもね、麺もね塩麺好みでですね、良かったかなと思います。特にね、お酢を入れた後にねまたね味変化してね美味しさね倍増したからと思います。それにね、深夜3時までやってるとかね、子供無料になるとかね、岐阜のために思ってネーミングを岐阜タンメンに変えたとかね、なかなかね、好感持てるお店っていうかチェーン店じゃないかなと思います。僕もなんかね、応援したくなりました。はい、皆さんもよかったら食べに来てください。岐阜に来た時は食べに来てください。はい、それではですね、また違う動画でもお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。チャンネル登録よろしく。じゃあねー。